ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。これ全部魔理沙の本なの？ああ、読みたい本をいろいろ集めてたらこんなことになってしまったんだ。CD やレコードも山のようにあって大変だぜ。これじゃ部屋の片付けも進まないわね。でも、これだけたくさん CD やレコードがあったら手に入らないものなんてないんじゃない？そんなことはないぜ。私も喉から手が出るほど欲しい作品がまだまだあるぞ。最近だとこれだな。これは父？口寄せ？どっちがバンド名なの？これはニューというバンドの口寄せというミニアルバムだ。2009年頃に結成、ジャンルは東京イタコパンクだ。ベースボーカルの耳なしミミコ、ギターボーカルの町蔵、ドラムの蛍光の3ピースバンドだ。マリサは3ピースバンドの意味不明ジャンルが好きなのね。確かに言われてみればそうだな。ライブの動画を見る限り、お尻ペンペンズとアフリランポが混ざったような感じもするぞ。デザインフェスタにも参加しているようだからバンドだけで活動しているわけでもなさそうだ。現在は活動を休止しているのか Twitter の更新も残念ながらない。マリサはどうやってニューを知ったの？たまたま YouTube を見ていたら父の6秒の曲が流れてきたんだ。6秒は短すぎるわね。何を歌ってるのかもどんなバンドなのかもわからないから探すのに苦労したぜ。そして、唯一出してたミニアルバムが口寄せというわけだ。どこにも売ってないし、どれくらいの数をすられているのかもわからないんだ。それは確かに入手できなそうね。わかっているのは5曲入りのミニアルバムでジャンルはパンク。収録曲はこれ見よがしに激辛コインエビ殺しケセランパサランベルギーのバカ女とのことだ。悲観レーベルオムニバスボル。ニニイノキという曲で参加しているようだが、それ以外では音源の入手は無理そうだな。YouTube で見られるライブパフォーマンスはギターでメンバーをぶったたいたり、暴れ狂ってて最高だぜ。イタコパンクだから何か用意したのかしら？もし音源の情報があれば教えてほしいぜ。今回は私が探しているバンドニューを紹介したぜ。面白いバンドがあれば教えてくださいね。さて、次のバンドは。もしかして一生ここから出られないの？